こんにちは、久保です。まあ、自分で稼ぐことをね、これだけ8年間も進めていて、まあ、なんなんですけども、今国民生活基礎調査ってやつをね、またこれ長いんでね、たまに少しずつ見てるんですけども、考えるところがあったんですよ。それがですね、そうですね、働き方とか収入ってものを3つに分けるとしたら、まあ、正社員があって、非正規があって、あとはまあ独立して自分で在宅とかね、やってる方がいると思うんですけども、結構現実はね、あんまり夢がない話なんですよ、これは。いや、一番いいのはやっぱ正社員ですね。ほとんどの方が日本で所得を得るんだったら正社員に向いているってことはやっぱ変わんないかなと思うんですよね。まあ、これから先は徐々に変わっていくと思うんですけども、でも一人でね、自由な暮らしを得て、なんかそのノマドとかね、昔ちょっとありましたけども、そういった形を取れて、本当に自由で楽しくやりがいを持って暮らしに不満もなくやれている人ってのは本当少ないんだなと思いますよね。まあ、私がよくね、頭に浮かぶのが、その堀江貴美さんとかね、ロケットまで打ってますからね、一人でなんかあれこれやりながら、でミュージカル出たりとかね、トライアスロン行ったりとかね。あ、ちなみに関係ないんですけども、ホリエモンチャンネルって YouTube チャンネルあるじゃないですか。寺田由紀さんと、なんともないんですかね、あの二人ずっとやってますけど。なんかそろそろね、実は付き合ってましたぐらいになっても不思議はないかなと思うんですけど。すごい信頼関係でやってますけどね。結構年の差もありそうですね。寺田由紀さんいつの間にか30過ぎてますもんね、あれ。番組8年ぐらいやってるのかな。5年ぐらいだったかな。17、8歳さんぐらいだと思うんですよ。すごいですね。はい。なんかいい感じだと思うんですけど、まあ、あまり関係ないですけどね。で、今回ね、冒頭で、自分で稼ぐことを進めていながら何なんですけどっていうことなんですけども、たまにこれもお話しないといけないかなっていうところで、結局、正社員がやっぱり一番いいんですよ。で、正社員になれないと、もう不遜ながら、非正規っていう形になって、非正規だと年収がほら250万とかその辺になっちゃうんで、250万でも本当頑張ってる方だと思いますよ。やっぱ非正規だと200万切る例が多いですからね。その話はまた今度するんですけども、じゃあ3つに分けた3つ目のこの、在宅とかね、いわゆる自分で何か事業を始めましたとか外注受けてますっていう人の、これがですね、結構100万円稼げてないっていうね、250万のさらに下なんで、もちろんこういう人ってずっとやりながらどんどんね、自分の仕事なんで、やるに応じて、どんどん効率よく稼げるようになっていくっていうところはもちろんあるんですけども、瞬間的に切り取っちゃうと平均で100万円前後っていうね、年収になるわけですよ。で、これの100万円っていうのは多分ですけども、新規参入して稼げないから辞めちゃうみたいなのがすごく多いんで、稼いでる人もしっかりいるのに100万円っていうところに平均値が落ち着いちゃうっていうところは私想像してるんで、多分間違いないでしょ。だからこの100万円っていうのだけ捉えちゃうと、あれ、自分は毎月20万ぐらい稼いでるのになんでそんな数字出ちゃうんだろうっていうふうに当事者は思っちゃうと思うんですけどね。ここは在宅の方が年収100万っていうのを展開して考えないといけないですよね。だからビジネスをやっていくと、こういうふうに、あ、100万って書いてるけども、これは平均でも何でもなくって、新規参入して3ヶ月ぐらいで稼げないから退場していく人の数字も平均値で入るから、最もボリュームゾーンが広いのっていうのは、1年以内にもうね、辞めてしまったりとか、つなぎで在宅やったけども結局非正規とか正社員が決まったんで、そっちの方に行って数字が移動していったってこともあるんだろうなと思うんですよ。だから今回ね、お話したいのは結局そういうことなんですよ。やればいろんな数字の分解、それから分析、さらに展開、仮説ってものができるんですよね。だから国民生活基礎調査っていうものはマスな数字なわけですよ。マス、塊のね。で、塊の数字、例えば500って出てたら、その500がどういった形で500なのかなってことを、例えば480と20に分けてみたりとか、300と200に分けてみたりとか、300、150、50に分けてみたりとかって、いろいろ組み合わせて一番これだと思うやつにまとめて、それがね、500がもしかしたら10個のパターンに分かれるかもしれないですよ、セクションにね。そういうので仮説を立てていくって話なんですよね。思えばこれ数学でもやってるんですよ。
数学で、なんかこう代数幾何っていうのがありますよね。あそこの中にも全体の数字がドンと出てるんだけども、この全体の数字を x と y と z で、表現しなさいみたいなねことがあったりとかね、なんかこう懐かしいなと思い出す人もいると思いますけども、単純に考えたらこの、100ってものを x、y、z で考えろっていうのはなんか自由に入れられそうなんですけども、ただね、この数学の妙なところ、頭を使わせるところは、100を x、y、z っていう風なこの仮説が1個あるとしたら、こっちに50で x と z っていうのも書いてあるんですよ。だから単純に数字をね適当に当てはめていって両方を納得させる数字にたどり着けばいいんですけども、この台数が多くなってくると、とてもじゃないけど錠前の鍵をさ、ほら一個ずつずらしていっていつかは開くだろうみたいなやつがありますけど、あれと同じようになっちゃって、とても試験時間足りなくなるんで、ここには回答にたどり着くべき公式っていうのを作る必要があるんですよね。でそれがビジネスをずっとやっていくと、単なる100っていう数字とか平均値っていうものがあってもそれができちゃうってことなんですよね、きっと。多分こういうふうに分解してこういうふうにやってきたら、こういうふうに整合性が取れる結果になるんだろうなっていうふうな感じですよね。ちょっと難しい話になっちゃったんですけども、なんかね思いついたんでちょっと話してみたんですけどね。ということでね、ちゃんとインプットする時間も持ってるってことなんですよ。特にね、国の報告してる数字っていうのは最低条件で見ないと何も語れないですからね。誰かのね仮説とかから論じたりとか、仮説を信じてそっちの道に行っちゃったりすると危ないんで、まあだからといってね、この厚生労働省の数字が本当に当てになるのかって問題もあるんですけども、でもこれ不思議なことにね、厚生労働省の数字だろうが、どこどこの都市伝説みたいな数字だろうが、たくさんのものを見ていくと、あ、これが理にかなってるなってものにたどり着けちゃったりするんですよね。だから例えば今回は厚生労働省の数字をこうドーンと見たけども、それを自分なりに分解して再構築してみたら、多分厚生労働省の数字は間違ってないんだけども、でもこういう事実が隠れてるよねってところに最終的にたどり着くというのが私の仮説になるってことなんですよね。でその仮説が正確だったら、数ヶ月後とか数年後をね、やっぱりこう、思い描くことができるんですよ。外れることももちろんあるんですけどね、まあ結構当たるという、当たるっていうのも言い方が変なんですけども、部分的に当たって、その部分的に当たったところから、ビジネス的に利益を得るっていうことができたり、信頼を得るってことができたりするんで、それで私は成功かなと思うんですけども、当たるっていうとね、隅から隅までとは言わないけども、8割9例当たんないとそれはたまたまだよみたいなことになっちゃいますよね。確かにそうなんだけども、それをたまたまと見る人はすごく残念で、10% でもね仮説が当たったっていうのはもうすごいことなんですよ。大抵の人はその 10% ですら当たらなくって、大体仮説なんてそもそもしないですからね。だからこの1割しか未来が見通せないってことがどれだけ圧倒的な差をつけるかってことなんですよ、今思えば。そんなこと考えながらやってきたわけじゃないんですけどね。じゃあまあいってらっしゃい。